えー、あきちゃんも先、まさき人めたん、あべこにゃん、やっほです。おかえり。ぽんさん、チョコありがとう。にゃーわん、お作ろう。あきらっち、流れ星ありがとです。画像かわいいって、これ、スクショもらったやつ。ありがとうございます。サたじんや、こんばんは。b d セーさん、クッキーありがとです。あきらっち、流れ星ありがとです。えー、すかいさん、今日も、 長川ありがとう。見えてないけどな。健 <laughs> 太見えてないけどな。川ありがとう。おじおじ配信来てってありがとう。プレミアム配信。明日はですね。明日は通常のプレミアム配信いいと思っております。ハラチュンクッキーありがとう。ミサさんおやすみ。アキラッチ流れ星ありがとだよ。アキラッチが美味しいココア飲めますように。 スカイさんおかえりありがとうございます。はらちゃんチョコありがとう。あきちゃんクッキーありがとうございます。あスクショいいやつ送ろうかってマサキンが言ってくれてる。あ <laughs> きちゃんクッキーありがとう。ピエロンさんかわいいありがとう。コンパスって言いながらパソコン買い <laughs> えこれラジオでいいのハたじいやんクッキーありがとう。あきちゃん花束ありがとうです。 ミエナルさんこんばんはちょっと待って作業には夢中で飲み物飲んでなかった誰この子かわいてんや黒らしいよ <laughs> あきちゃん結婚してありがとういいよにゃんにゃん結婚していいよピエロンさん流れ星ありがとうですにゃんわんチョコありがとうです見えてなくてもわかるからどういうことよ かるくらい可愛いありがとうございます。かいさん。あらちゅん流れ星ありがとうです。旦那様、ぽぽさんありがとう。はらちゅんが美味しいえん、ー、なん食べれますように。にゃーワンクッキーありがとう。けんたん流れ星ありがとう。ビエナルさんクッキーありがとう。名人タンハートありがとう。ぽんさんクッキーありがとうです。かいさんかわいいありがとうございます。結婚していいよ。ありがとう。ありがとうございます。 なありがとうございます。ちょっとさーちょっとさぁ、みんな元気コアちゃんかわいい、ありがとう。昨日のツン最高でした、よかった。ありがとう、やんや、よかったです。<laughs> あの、あのー、あれです。ちゃんと、あの、昨日ですね、昨日おととい出来合い王の新眼さすが出来合いっ原中ビエナルさんが作っ込んでくれ ツッコミじゃないか <laughs> 言ってくれてる <laughs> ありがとうありがとうやんやパンダさんこんばんはありがとうです何の話してたっけちょっとねもうね今日眠いんじゃん <laughs> 頑張頑張ってるあんまり頭働いてないえっと何だったっけ何の話してたっけ あ昨,日昨日はあ昨日だよね昨日ねバレンタイン配信したんですよ。あ明日がバタバタ一日中動くのでえっと明日は普通の配信になっちゃうので、えー、昨日ねバレンタイン配信したんですけど、えー、そこにチケット買ってきてくださった方には画像プレゼントということでね画像の準備も完了しましたので。 明日14日にアップしたいと思っております。ソタポチチョコありがとう。クワちゃん流れ星ありがとうです。まるさん10キロありがとうございます。あのさみんな元気から進んでなかった今話が。ミサキンプレミアム配シン来てくれてありがとう。ポンさんチョコの川山用は会社の義理1個と嫁1個。嫁は50%やな。寂しい。 何チョコの川さんとか初めて聞いたんだけど <laughs> 待って50%ってどういうこと ?50% 切りの本命 50%? <laughs> スカイさんお疲れギフトまでありがとうございますありがとうございます業者さんチョコありがとうです。でででで 今日も皆さんお疲れ様でした、ま、さきもお疲れギュッとありがとうございますトラーぬチョコの包みさんンを出て <laughs> これもお疲れ様でありがとう <laughs> あのー どううしようかなと思って,いてあのー、ちょっと一個ね、あのー、皆さんに一応まあ今該当の方いらっしゃらないので注意喚起ぐらいでさせていただこうかなと思ってるんですけどあのアットクローをつけた方が,方が数名い,ルームいろんなルームね皆さんに行かれると思うんですけど。 アット黒つけてくださってる方が他のルームであの調子に乗りすぎて注意されたらしくて <laughs> 私にもあっと苦労つけてる方がこんなコメントをしてきたんですけどっていうあの連絡が入ったりしててなんかどう,どう対応したらいいかなって悩むところだなと思ったんですけどまあ皆さん基本的には一人一人も何て言うかなアット苦を ししにててくれてるけど、ね、あの何まあうちのルームはね基本的に好きに好きに行ききあのねリスナーさん一人一人が個人ですからあの行って好きにしていただいていいとは思ってるんですけどあのできるだけできるだけあの黒ルームでもいつも言ってますがあの。 コメント内容とかはお気をつけくださいませ。ということは、ちょっと言わせていただこうかと思います。<laughs> マサキンかわいい、ありがとう。とうありがとうございます。ありがとう。えー、ゾンさんおるマジどこどこどこおわたまるさんもいる。ゾンさんもいる。並んでる仲良く。<laughs> えーって払、払っちゃうナゴさん、おつくろです。 <laughs> ちゅごめんなさいちゃうわ <laughs>。こやちゃん、おやじ、日曜に退院したけど、すぐ体調崩して再入院。あららら,ら、らそうなんだ。なごさん、チョコありがとう。ありがとうございます。たたた、たた。 平謝りって何か書いてるのってよそのルームではほぼ定型のみん <laughs> なんか仲良くなったルームで調子乗っちゃったみたいで <laughs> かそかそか <laughs> すいませんうるさいかな <laughs> ちょっと書き物しながら作業しながら配信してた。 ね、黒あのー、私とルイともなんでねあのー、よく調子に調子に乗りやすい方々が多いと思うので <laughs> つ,ついついあのー、乗りがいいからね乗りがいい延長戦でねちょっと言い過ぎちゃう時とかあるかもしれないのでね皆さんお気をつけてまあ社会人的なマナーでしていただければと思います普段の人付き合いと一緒で。 うん <laughs> そういうのもねなんかあの声かけじゃなきゃそういう雰囲気っていうかねあの日頃からみんなで気をつけられるような感じでねリスナーさん同士もなんか私が言うことなのかよくわからないんですがこんなこんな小娘に言われてもと思,い思うんですけど。 エリアさん、おつくろです。パッパッパパパ。みんなお元気でしょうか、お元気でしょうかお元気でしょうかちょっと、調子に乗って、調子乗ってない。大丈夫。 主のお言葉は絶対ですね,ねあの、まあまあ、気をつけてって言われるとコメントしづらくね分かんない人はやっぱ分かんない加減っていうのも人それぞれだからねちょっと分かんないと思うんですけどまあちょっとあの頑張れ <laughs> ちょっと私にも頑張れやこれどうしようかなと思ってなんかなんかアクション起こした方がいいのか悩んでおるえーうーん くわちゃん、小娘ってえ誰に言われるとか関係ないもんね大事なことよっておしのゆこと絶対ってえ最近コルのスクショがフォルダでたくさん出てきた <laughs> そうなんだ <laughs> エリアさんこんばんはさあ今日はちょっとまったり1時間配信しようかなと思っておりますよいしょーよいしょ花ノさんお作ろう ちょっと、ね、あのー、交流のあるルームからの,あの連絡だったので一応私から私から言ってもなところはあるんですけど私から言ってもなとこもあるしその街頭の方が気づくのかどうかもわからないしどうしたらいいかわかんないんだけど <laughs> 一応黒ルームからの お願いということで言うぐらいしかできないかもしれませんがえー、直接クレーム来たならって払っちゃんス塚井さんどうもどうも」ってよそでもほとんどコメしてないんだよ、ね、<laughs> そうなんだ <laughs> ごくごくちょっと飲み物飲もうあー今画面見て思った2月18日もうちょっとですね豚やすつ ぼーってしてたバーバこんばんは元とさんおつくろですすごい素朴なその素朴な疑問があってやっぱさ普段プレミアムにあの来れない方ってさラジオ配信とかでもさ 黒ルーム入りにくくななってるのかな最近スクショ撮るのにハマってる <laughs> そうなんだ <laughs> アドマチップ大量に確保元家さんすごい <laughs> ありがとうございます今回ねそうアドマチップ2月9日に、えー、アドマチップが販売販売じゃないや配布されておりますそちらに載っておりますね私 ちょっとイヤホン刺そう。ブチっていうかもブチ刺さったのかなこれ。曲流してみよう。 ショールームもスクショ取ったら配信に表示されたらいいあスクショ取られましたよ的なってこと入りにくくはないんやないのかく々のの判断でルーム来てるはずって言ってくれててうちって言っ言たかな <laughs> 前のルームでは公開あった複数回字は 直接してももいいかもああそういうことね確かにね確かにね複数回やったらあの繰り返すようだったらもう直接本人にみたいなね確かに伺ってるルームがほかにも載っててってことですよさそうなんだ 今はなき某 LINE ライブは勝手にスクショしたら表示されたあそうなんだ結構ねあのー、事務所入ってる方とかはスクショ禁止だったりするもんね言われないとわからないかってハラチんが盗撮しまくってますけど何か配信ごとに最低さ枚あでもね言ってたなんかあの注意させていただきましたって言ってたので注意された記憶がない人は違いますけど まあ今後あのーまあ、全体的に気をつけてこう寝てあのー、思っていただければと松陳さんこんばんはのりちゃんもね思ったのりちゃんも同じ回に乗ってたのうれしい今日そういえばたまたまテレビつけたらあのー 誰だっけ榎本明さんのさワークショップの特集やっててびっくりしためちゃくちゃ難しかったと人間のトラブルだったらちょっと困るけど注意喚起の意味で集中してくれるの助かるって言ってくれて <laughs> 私の場合スクショ撮って言うからねいっちゃんさんキラキラありがとうございます息子大河出演ねすごいよね顔一緒だよね <laughs> そこ <laughs> こうなんだろう自分の子供が自分にめちゃくちゃ似るってさどういう感覚なんだろうと思ってあでも自分が親に似てるのと一緒なのか いちゃんさん、ありがとうございます。あエモとか失礼いたしました。ありがとうございます。ずっと悩んでたのあれあれどっちなんだろうって <music> えー、最近暴れるのはみやびちゃんのところぐらいめいちゃんに殴られる <laughs> 息子だからあ親子、親子だから似るよねきっと <laughs> そうだよね。 なちゃさん、かわいい。ありがとうございます。ちょっとね、今週とね、なんでまさき反省した。<laughs> いや、ありがたい。私のルームに関してはスクショは、あの、あの今は大丈夫。 今フリーでやってるから今は大丈夫よむしろちょっとあの私が投稿用に写真撮ってって感じ <laughs> これもあのスクショもらったやつだしリスナーさんに <laughs> 勝手に使ってる逆に逆に勝手に使っていいかなとか思いながら今日設定した <laughs> スクショ大量に撮った件にかあのままの素敵さに似た娘さん,さん最後ありがとうございますビエナルさん <laughs> ちょっとパパにかもしれない <laughs> パパにも似てるけど7 <laughs> 万の素敵さとパパの素敵さもあるんかな <laughs> 東京乾電池と話とすそうなんですよちょっと最近江本さんがめちゃくちゃ出てくるねあの私の大好きなねムロツヨシさんあのねムロツヨシさんの好きなところってあのねお芝居の仕方っていうかまあ頭が切れるところとか会話が上手 あの気,気を回すのも上手だしすごい努力してきた人って感じの,あの人柄もすごい素敵だなって思うんですけどいやーなんかねあの面白いじゃないですかネタでもやっぱりねなんか言ってたあの室さんとか佐藤二朗さんとかのあの芝居の癖みたいなのってあーまたこの感じねみたいなあの飽きられてきているはずだから今。 あの今後どういう,ふうどういうい面白さを突き詰めていくのかみたいなちゃんとさあのー、ちゃんと分かった上でやっあのー、トライしていってるのが面白いと思うし、あのー、なんかもともとはコメディ役者としてそっち路線でずっと行ってたけど年齢上がるにつれての課題とかもちゃんと一個一個出てきてはなんか。 実際に出てる作品とかでなんかこういろいろ自分の中の課題と向き合ってるのかなみたいな感じるのが面白いなって思父ちゃんの同じ年の時より髪の毛あるなってもっとあきらさんもつかさんに鍛えられた一人あそうなんだひろさん10キラーありがとうございます。ありがったやてみじんた スカイさん勝手に可愛い黒姫だどこどこいやあのフリーの間大丈夫です事務所入ったら多分スクショ NG とかになる可能性あるんですけど個人で楽しむようにしてるから悪用する気はないからねてませんみんなみんなみんな反省してるスクショもダメそうあのダ,メなダメになったことは私はっきり言うから大丈夫なんか曖昧なのはなんかまあダメかいいかちょっと迷ってるからとりあえずいかみたいな感じ やっぱさあのやっぱりこうスクジョとか投稿していいよってなってからいろいろ問題が起きたりしてちょっと問題が起きるようだったら NG にしようかなとかあるじゃないですか。でも実際さスクショ OK にするまでどういう問題が起きるかとかわかんないからちょっとなんか私の中でそのフリーになってからはなんか曖昧なままにしてるいろんなこと <laughs> であのみんなが。 例えば、ね、スクショア,アップしたらどういうことが起きるのかとか例えばリスナーさん、えー、主催のイベントに参加したらどういうふうになるのかとか結構なんかあの泳いでおりますね, <laughs> ねみんなねみんな反省してるけどどうしたみんな <laughs> どうしたどうした,うした <laughs>、えー、とりあえずいいかは危ない <laughs> ありがたいんやけど <laughs> や分かんないのねまあ 例えばあのよく言われてたのはあのスクショ NG 時代とかに言われてたのはやっぱりそのね有名になってきて「え黒ってどういう人?」って検索したときにそのまださあか抜ける前とかさあのちょっとねぶちゃいくな顔とかさあの <laughs> あのネット検索でして出てきたら嫌じゃないみたいなのとかは言ってたね。あそっかなんかまだ えー、のりで「<laughs> たっちゃんを作ろう」「ソーターポチ泳ぐ黒」<laughs>「たっちゃんクッキー」「たっちゃんチョコありがとう」そういう流れなのか可愛 <laughs> い,い顔しか撮ってない <laughs> なんかたまに反省するの大事やん <laughs> 面白たっちゃん黒ファミリーありがとう」「ファーム」 みんな元気ですかえゆ、JT さんこんばんは、おかえり。えー、ちょっと待って、珍しいアバがいる。ハラチュンだ。センチメンタルアバ着てる。懐かしい。あかぬけ <laughs> そういうこと <laughs> そういうこと。そういうこと。そういうこと。<laughs> ハラチュン。 反省とは美味しいのってちゃん反省大事だよ反省,反省は大事反省してあのー、言われたことをやらないようにしようっていうのは大事反省してください <laughs> 私浩ちゃんにもたまに注意するけど反省してくださいね繰り返さないに <laughs> そういう観点から言うとウィキー編集してで写真載せるの迷ってたけど一旦保留放流にしてるだって見せ方に関わるなんか分かんないんだよね <laughs> <laughs> ギャルみたいな出てきた <laughs> あなんかマジ分かんないんだよねなんかもう自己プロデュースも分かんない <laughs> あくクワちゃん怒った <laughs> なのまみんなのアバ反省して涙顔だって LJT <laughs> さんありがとうチョコー頭ありがとうあざかみさんクッキーありがとうございますありがとうございます分かんないんだよねそうなんですよなんかもうね なんか自己プロデュースとねマネジメントも疲れた <laughs> もうしたくない <laughs> 自分の <laughs> あきちゃん反省したのよ寝るんかい <laughs> おやすみなさい今日もありがとうございましたゆっくり休んでね来てくれてありがとうあきちゃん本当に寝るあきちゃん本当に寝るの本当に寝れる <laughs> なんか <laughs> あきちゃんなんか夜中まで起きてるイメージ <laughs> 奥底に眠ってるギャグを買い物にた気がする <laughs> まさきんしたくないって分かんないんだよねみ <laughs> <さ>ん <laughs> キャルアバンになってる <laughs> 今日は反省アバンな気が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 にゃーワンダルマありがとうありがとう反省すぎて寝てない <laughs> 寝れなくなっちゃうやつ <laughs> 何ュ中のこのプロフィールの画像当たったの <laughs> きっと1時半までは寝れない <laughs> そうなんだあずかみさんあたありがとうありがとうか最近マジで方向性見失ってる <laughs> 見失ってるからちょっと今年はちょっと探りの年なんですよねちょっとあの共同不振かもしれない1年間いや、いつもか <laughs> いつも共同不振だったごめん <laughs> 外れたのこれどんまい タラちゃんおかえりありがとう挙動心だタララ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 ーちゃん発見した <laughs> ラジオだとアバターがよく見えるんだけどうみーちゃんのめっちゃ目立つ <laughs> ヤンヤンの反省具やヤンヤンどうなったんどこ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 ヤンヤンどこ しょぼんしてるしょぼんしてるかわいいアバターしょぼんかわいいこういうアバターかきたい <laughs> めっちゃしょぼんしてるえなになにやんやん何したの <laughs> そういえば私、私やんやんのさ下ネタのコメント私なんかチラッと見たけど読んでない気がするマイカマイク <laughs> 下ネタのコメントだかいいか <laughs> そうそうごめん <laughs> ごめんなんか私途中飛んでるかもしれないコメント <laughs> ごめんなさいまっすぐ進むより曲がったり落ちたり上がったりした方が人間見てるだって迷子になることもよきと思ってるだってここでね踏ん張れる力を持ってないと崩れちゃうよねなんか確かに大事なんだけどやっぱ。 無茶はあかんと思も迷子にならないように初めてのお使い針に見守ります <laughs> えわたさんを作ろうやんやんのコメントのい <laughs> ひどいあきちゃんひどいやんや,やんやんい,いる今踏ん張り時ここで試されてるだっていやもうずっと踏ん張ってるよ <laughs> もうもう5年間踏ん張り続けてる 5年って短いかみんなからするとまいっかと言われる人 <laughs> 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 ごめんやんやしょぼんてしないで許して違うの <laughs> 違う違う,違うの 下ネタはほどほどにねえ <laughs> 違う <laughs> まあ基本黒ルームはねあの、黒が基本強いんでいいんですけど大丈夫信念貫いてねデビエなるさんが乗り越えられない壁やってこないってまさきががんかもう私ね気合論でどうにもならなくなってきた本当に <laughs>。 気合い論が気合が…まあそうね多分こ,ここを乗り越えたらそう,いうそういうこと言ってたことも笑けてくるんだろうけどねまあえ者んじゃほんとずっと踏ん張って一歩ずつ進んできた。 進んできたのかよくわかんないです。本当に。たま、ため、ためずに吐き出せ、えー。乗り越えられなきゃ打ち壊せ亀さん。<laughs> 気合。アニマルはな、浜口、や、ちょっとアニマル浜口さんの気合だ見てたら、何か。なんか。いや、なんか、あれって。 ちょっと言わとは思ったけど疲れた時にアニマル浜口さんの気合だ見てたらなんか海見てる時の気持ちになってくるかもしれないなんかあのほらなんかなんかさ何て言うんだろうなんか陽気な感じがさ私何でこんなに思い悩んでたんだろうみたいな。 なんかなんかわかんないけど多分ご本人は気楽な感じじゃないと思うんですけどちょっとこう面白チックじゃないですかあの気合だってちょっとネタチックな感じなんかさあの「<laughs> <laughs> 迷ったら趣旨貫徹何故上京したのか」ってビエンナルさん「気合だ気合だ気合だ」って名人いやなんかね上京してさ 結構現実にショックを受けてるね本当にでもまああのちょっとね受かるか分かんないけど近々ね知り合いからもらったオーディションの話が結構いい話があってそれは頑張りたいなと思っているが。 節分の豆まきのニュース見てたけどやっぱりあの親子元気出るななって <laughs> なんか元気出るよねネタ言うた <laughs> なんかね姫まいてくれない気合いだ <laughs> 気合だ気合だ気合だ <laughs> ああ何か何で下向いてたんだろうってなるね <laughs> なんか <laughs> なんか楽しく行きようぜみたいな気分になってくる。<laughs> インベルニャを作ろうたらちゃんぽぽさんありがとうですワイトありがとうございますまさきもワイトありがとうちょっと頑張りたいまあ頑張りたい言ってもさやっぱりあのー、日々いろんなことに追われながら隙間時間で準備するしかないからやっぱねあの百パーそれ準備するのとあのー、違ってやっぱ不安不安というか集中してなんか こう100%そっちに行きたいなって気はするけど今人生そんなうまいことなってないのでねやっぱり、あのー、何かをしながらあ今に頑張るしかないから頑張ろうやんでや <laughs> んで <laughs> 頑張ろう <laughs> どこかのタイミングで笑いなくしては進めないのよ <laughs> ってビエンナルさん やんやんポジションありがとう。まさきんも入ってありがとう。ルリトムさんおかえり。あ、20時。20時3時だから。ありがとう、来てくれて。どっかの。ね、笑いは大事だよね。あの、ほんと。あ、自分がやばいと思った時は立ち止まって休むことも一つの選択肢、いたずかみさんが。やっぱね、そういう息抜きの時間大事だよね。笑いとかね、休むとかね。まさきんファイトだよ。そう。あ、ちょっとあの。 できる限りの準備をして立ち向かいたいと思いますがまあまあまあ私の中ではね今まで培った演技経験とかもあるしそこは結構本気で向き合ってきたし一個一個あのー、まあ今自分の中で乗り越えなきゃいけない課題があるのも分かっていてそれがまだクリアでてきてない状況なのは分かっているから。 なんかもうとりあえず今持ってるものを全部出してみてそれでダメだったらタイミングじゃなかっただろうし自分の道の在り方っていうのを考えるきっかけになるのかなって思ってるちょっと楽しみは楽しみどっちかっていうとどっちかっていうと楽しみなんだよねどう評価されるのかっていう,どうこれでオーディションを買ったらあのー、結構 自信になると思うしえー、すごい経歴にもなると思うしなんかこう続けてきた来て良かったのかなって思う瞬間にもなると思うんですよ <laughs> 受からなかったら受からなかったでなんかまあ今までのまあ、自分の中に課題があるのもまあ、最近向いてないからやめた方がいいんじゃないとかもあるし あそこら辺のことも考えることにもなるだろうしっていうなんかねちょっとねまあまあでも自分がまだ未熟なのは分かってるからまあ基本体当た,たりして落ちてもなんかそこまでへこまないんじゃないかなと思っている超楽しみオーディションちょっと頑張りたいですね皆さんにいい報告ができるといいんだけどな迷わず行けよ行けば明るさって 今まで本当にに真剣に向ききき合ってきたし堂々とやりきるそうなんか私はもともとお芝居とかこういう教会私がやりたいと思っている教会に関してはめちゃくちゃ向いてないしあの経験も積んできてないしかといって努力してきたかって私が頭悪いばっかりに努力の方向性間違ってたりとかしてうまくいかなかったことも多いから。 でもそれなりに私のスタートラインからしたら着実に上がってきてるわけでそうもう背伸びせずありのままの今の自分を見せてまあご縁があるのかどうかってとこがだなって思ってるどう人生前向きに考えられるかはとっても大切よってビエンナールさんがほんとよねほんとほんと前向き大事 んで人って後ろ向きになっちゃう時あるんだろうね。くらさんおかえりまた姫の舞台見に行きたいってヤンヤンが言ってくれてるありがとうやっぱみんながね楽しいあの面白かったらもう一回見たいって言ってくれる舞台出たいなってすごく思ったなんか私本当にさ人のためになる仕事がしたいなって思う。 自分が目立ちたいとか有名になりたいとかっていうよりか注目を浴びたいとか自分がやりたいなあ自分がやりたいことができたら幸せだし楽しいんだけどやりたいのを見てっていうことじゃなくて誰かの心の活力とかになるようなことができたらなって思うよねるりとムさん ポぼさんチョコありがとう。ノブさんを作ろう。ルリトんブさん、クロファム入りありがとうございます。姫背伸びしないと釣り込めない。おいおいおい、おい、名人だ。りちや役キラーありがとうです。こんちゃんぽいありがとうございます。おかえり。モリチ花束。ルリトんブさん、クッキー。ありがとうございます。ありがとうです。 トロットントンななんかショールームねやっぱりなんか楽しいよねありがとうありがとうございますありがとうありがとうですなんかみんなで「配信楽しかったね」って終われる配信が楽しいなって思うしやりがいを感じるまあか結構ショールームは好き勝手やってますが。 シュールー好き勝手させていただいてリスナーさんを振り回しておりますけれども遠近法で黒がめっちゃ前に来た <laughs> えああ前に行けば映るってことは中。<laughs> いつも楽しいよってまさきちなみに値チェキのツーショット撮るとき必ずしゃがむってあそっかそっか好き勝手やっててほしい楽しい <laughs> 嬉しいですね 面白い楽しいと思ってもらえるな、あのー、ありがたいことだなってすごく思いますやっぱりなんか <laughs> 普通に社会の方に出てあの普段ね、まあ、まあ黒じゃない姿でさ生活してるとさめっちゃ私地味なのね <laughs> 地味なの地味よ地味っていうか本当になんか自由奔放じゃないの なんかいつも相手の伺ってなんか必要な時だけ前出るみたいな <laughs> お利口さんタイプ <laughs> お利口さんタイプかこの人何,何考えてるか分かんないタイプなのね <laughs> なんかショールームの時だけ私は好き勝手自由な自分を出してるなって思う。 クラさんクッキーありがとうです。7ままファイタありがとう。クラさん7ままクッキーたくさんありがとうございます。えー、スーパー8の前向きストリームを聞いたら多分気分上がるだって。アゲ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 タイプ。ビエナールさん大丈夫そこも受け入れてるから <laughs> って言ってくれて。こんなタイプ買ってます、そうそうそう気温一歩下がってるタイプなんで。 そもそも姫様の存在自体が活力ですかさんありがとうございます俺も常に周りを見て動いてるから観察力ついただってまさき私さ常に周り見て動いてるつもりなんだけどさ結構さずれてると思う <laughs> 観察力となんか気を使えるようになりたいんだけど基本的には気使えないもともと気使えない人間だから <laughs> なんか一応常に周り見て動くようには心がけてんだけど結果結果あんまり相手のためになってないと「思う住みこ暮らし体育座りで」っ <laughs> て羨ましい観察力作ってどっちが字なのかなってこワちゃんがやってる <laughs>「ビエナルさんハートスカイさんハートありがとうです」これうっちゃんかな <laughs> うっちゃん名前どこ行ったって私ずっと思ってたんだけど <laughs>。 姫は周り見すすぎて目回すあそうね私考えすぎて動けなくなるタイプらしい「姫はずれてるうんそれはいなめない」ってやんやんか「<laughs> 介護の仕事やってみるか」ってま最近。<laughs> 周り見すぎて迷ってるんちゃう」ってクわちゃんがうん,んかねそうなんかさ何が正解って常に思っちゃうねなんか考えすぎるとダメねほんと私なんかこの人にとっての正解って どう動いたらいいんだろうとかいうのを考えながら動いちゃうからなんか結構お芝居の時とかもなんかパターンが何個かあってどれが正解っていつも思っちゃってそれがよくないことは分かっておるそんなに意識せず「そこは個性よ」って BNR さんが言ってくれてる「正解はないけどこの人はこうごくとかこう言うと怒らない」とか見せてくるだって「正解なんてないよ」ってあきちゃん そうほんとさななんだよ、ね、本当さなんでで人って正解不正解解不物事を考えがちなんだろうね私もねだいぶね最近ねあのそういうものじゃないって思うように気づいて気づいては頭では分かってるんだけどどうしてもあの癖で何が正解私は間違ってるの正しいのって思っちゃったりしたりとか。 するのやっぱね長年の癖って抜けないよねそうそう簡単にふと気づいた時に出てきたりするなんか油断した時とかなんかまだまだなんか大きな時とかもちょっと一歩引いちゃうでも大体の動き見てたら対策方法わかるようになるだって役者としてはずれてる方が個性になるかもやからええー、ことちゃう知らんけどって <laughs>、ね、なんかね 自由奔放に行きたいよね役者としてもやっぱ役者として演じてる時楽しいっていう風になりたいなって思うささんんを作ろうういいありがとうございま,すまあ現場に行くとね正解っていうのはあるんだけどさやっぱあのねあの監督演出が求めてるものが最終的に正解になるのであるんだけどまずは自分が。 これがいいっって思ったものを提示しないといけないいいとけんですよねこの前のお文の役させていただいた時もあの勉強させていただいたんですけどその演出家の方からもおっしゃっていただいたりとかしてなんかあのねこっちが求めてることとかもあるしあって言うこともあるしあるけどあの自分でいいんだよって言ってた。 私の場合はその向こうが求めてるものっていうのに真摯に応えようってするのがすごいところではある,あるんだけどあの自分はこれだこれでやりたいっていうのでいいんだよって言ってた。シーバさんかわいいありがとう失敗も後々になると成功の過程になってるのよってね私はもう一個一個全部失敗してあの成,あ成,功成功につなげるんだろうな。 千葉さんかわいいありがとうハブさんチョコありがとうございますウッチャンハートありがとう課題を意識してるってことはまだ伸びしろがあるってビエナルさんいやー踏ん張りたいよね課題はねただ本当に自分が自分の良さを伸ばしていきたいなんか自分の欠点ばっかり気にしてそっちを直していこうっていうより、えー、第一優先したいのは自分の向いてるもの あのー、特徴っていうのを認識してそれを自分の人生とか仕事とかに生かすってとこをすごくやりたいなって思う。ううーちゃんあ,ありがとうでもね欠点はそのままにしておいちゃいけないと思うんだけど。 自分から見たら正解でも周りから見たら正解じゃないこともあるせそうそう正解なんてないって分かってるのにさ頭じゃさなんかそういうのを一度考えてしまう脳みそで生きてきたからちょっとねなかなかそこはたまにたまにあちゃまた前の自分になってるって時があるうっちゃんハートありがとう 白か黒かではなくその中間の色もたくさんあるのやと一緒やね TPO でな,ずみなじむ色は違うですからさそうだね「こんちゃんクッキーありがとうだよ」課題が分からなくなったらそこで止まっちゃうからねって名人あっちゃん監督や演出の思ってる正解も正解と限らないから人生も演技も難しいそうなんですよ あのその正解を超えてくる自分の、まあ、正解っていう言い方はおかしいかもしれないけど、あのー、自分の良さを出していかないといけないんだよね。シーバさんクッキーありがとう,ありがとうですいつも部下にいてる今はもう囲って今この瞬間正解でも次の瞬間不正解かもしれない。 今「大宴会」って言いかけた都会のいい耳の持ち主あ都合のいい都会じゃなかった <laughs> なんて言った私「小愛ちゃん流れ星ありがとう」「こうさん空気ありがとうございます」なんか声真面目に語ってる姫も嫌でてや1 0自分で欠点って思ってるとこは他人から見たら何気に羨ましい長所だったりするうーん私の 売りって何なんだろうってずっと考えている。今ちいさん、柴犬さんは可愛い,い。ありがとうです。おかえり。<laughs> ちゃんの名前が増えてきた <laughs>。正解はないと思って。る <laughs> なんかさ自分の中の正解はあっていいと思うんですよ。あの世の中的には正解っていうのはないんですけど。正解がないって思いながら動いた方がいい時もあるけど。私 常に正解がないと思ってさあの常識とかさこういうのは当たり前じゃないとかさあの自分はこう思うみたいなのをさ自分の正解はこれだみたいなの提示できないっていうのがすごく悪く動く時があって正解はないと思いつつも、まあ、自信を持つってことなのかな自分の選んだものに。 あおぶんの役作りの時も演出家同士でも解釈違ったそうなんですよまあ私の中では脚本の方の解釈がもともと私も思っていたしそ,うそっちの方がいいなって思っていたしやっぱね演出家同士というか片方は脚本ですから脚本家が正解なんですけどでもやっぱり、あのー、私と違う役の子で。 もともとその脚本家が家家が家が意図してないキャラクターでやってた子がいたんですけどそれはそのまま突っ走ってましたね本番まででもそれでいいんだって言ってたあのー、自分でその役を解釈してそれが正しいと思ってやってまあ,あの特に、あのー、大きな問題はなかったから オッケーみたいな、だから、そうだよなと思って、私の場合はそれを。どうしても避けようと思って。あのー、正解の方っていうか、ね、元々の意図の方に寄り添うとしてしまうのが。ある意味、自分の個性を消しているのかなって思ったりする。なんか、私なんか器用らしいんで。こっちでって言われたら、その通りある程度できちゃうから。ある程度だけどね、すごいできるわけじゃない。けど なんかねー姫のの永遠の18歳 <laughs> 柴犬さんチョコありがとう。あきちゃんバイトでも恋愛でも成功でも失敗でも自分の演技の引き出しに増やしていったらいいって確かに真面目に語ってる姫好きだなだってちょっとなんかあのラジオ誰でも配信聞けるラジオ配信でこんなに真面目なあの身内な話をするのはどうかと思っている私今。<laughs> そかそか脚本家さんだだっただから脚本家さんの意図してるものはあったけれども、まあ、その脚本家さんはどっちかっていうと別に自分の解釈で自分の良さを引き立つようにそしてその脚本の意図っていうのを壊してなければ基本いいっていう考えだったから言っていただいた自分のオブンでよかったんだよって。 与えらからしたらどうあなたを勇気づけられるかそこが重要なのって見えられさあ泣きそう<笑><笑>本当にありがとうございます伝統飯さんこんばんはエージェンティさんグローバーリありがとう押しが元気なのが一番って言ってくれてる正解不正解と考えるのはあまり良くないかなってねなんかさ本当に私本当考えすぎるの一番よくないマジで ええー、なっちゃさん、流れ星、ありがとうございます。美人で可愛くて面白いところ。<laughs> ありがとう、けんた。<laughs> ちょっと面白いは極めたいね。今日じゃないと合わせようなんて。好きにすらならないだってスカイさん。語る姫好き。なんかね、武器用なんだけど。なんか。人並みの器用みたいな感じ。 答えががないのが芸能の世界っ,て思ったりやさん芸能の世界奥深いよねってねーちょっと芸能の世界の話をし始めるとちょっとあのー、公共の場でしゃべるべきことじゃないことがいっぱい出てくるのでやめときます。<laughs> <laughs> 姫様全体を見て意図を敏感に汲み取るからなおさらだねってそうなんかね私ってなんか本当に自分の意思が弱いんですよね。 どっちかって言うと相手の意思を尊重したいって思っちゃうけどそれは結構マイナスに動くことが多くてえ11時半までと思ってたんだけどもうなるの早くないなんか秒だった「て <laughs> <laughs> テてれててンテレ あっという間「時の流れに身を任せ」いやーなんか黒ルームとかさ本当にさこと今月からさ新しい試みをやってるので、まあ、今までショールームずっとしてきた人からするとイレギュラーなことをやってると思うんですけどなんかそれもやってみたらいいんじゃないって言ってくださる方がいらっしゃったりとかね。 何がたいながって思います本当にすごいことだなってそういう人たちがいてくださってるのがもう時間ってスカイさん「ベジータ周り見すぎて見逃すこともあるからミスそうなんですよマジそれもうそれをほんとそれもう私周り見たくないもん本当に <laughs> なんか周りが合わせてくれる人がうらやましくてしょうがないの正解はないけどそれでも言い切らないと説得力につながらないだからなりきって演じるのが大事」 そうねそう私の場合ね説得力が皆無なんですよね私の中ねその自分が今培ってきたこの黒の中の世界ってまだ未熟知らないこと多いし未熟だし今これが正しいと思ってることも将来的には違ったなって経験が増えることに思ったりすると思うんですよ。っていうのを大前提にしてるから。 私が言ってるのは正しくないかもしれないけどっていうてで言っちゃうから <laughs> なんか一生人になんか大丈夫って言われるなんか <laughs> なんか教えてあげようかみたいな感じでみんな来ちゃうほんとになんか私が言ったことほんとにみたいな「ほんとかそれ?」みたいなこと言われるの多いほんと。本当 あ、<laughs> 松下ちゃんがオープン投げてくれてる <laughs> ありがとう <laughs> いやまだ 10, 10時半じゃう <laughs> その流れで夜更かしちゃうやつやんや <laughs> まあさっき今年98歳になるおばあちゃんが若いうちはやりたいことやるんやでってよく言われるだってねえんか10歳年取ったら10個下の人に同じこと言うんだろうね <laughs> なんか じゃあ、私がね自分より年下の人にさやりたいことやるんやでって言っちゃうよねなん <laughs> 10年後も自分より下の人に言うんだろうね面白いよね <laughs> ってよく言われる今来たばっかりってあきちゃん今来たらっいけどなかちゃんおかえりハートありがとう現場ついあうっちゃん頑張ってね現場現場つくまで来てくれてたの推しとの1時間で秒病よねってあきちゃんが 美容だねありがとう <laughs>、えー、自分も発注者の糸に寄せがちだけどアメリカ人と仕事した時お前が一番を出せあ。わ倉さんそうだよね私もねそういう感じなの今 <laughs> そこ課題なのそういうのが堅い課題倉さん一番がないのよえっ、ー、とこれもあれもこの手もあってどれが一番だと思いますかって聞きたいタイプ <laughs> こやちゃんあそこよねって鱗ろこハラ <laughs> ちゃんなんありがとう あれはバイト先の高校生に同じことやってる。<laughs> 大丈夫今日が一番若い。本当だよ。もう、今日が一番若いから、今日から始めた方がいいんだよね。なんか、わあのー、若いうちにしっといた方がいいと思ったことはね。<laughs> お嬢ょかわいい。ありがとう、かっちゃん。<laughs> いやいや、18にしてはちゃんとした考え持ってるよね。あのー、10代のうちにいろいろ経験しまして。<laughs>

大丈夫いっていこうだってまさきが。一日一日を大切に、一日一日黒姫を大切にって、スカイさんのモットー、ありがとうございます。うふふって。松下ちゃん、オンプンありがとう。ありがとうございます。なぁ。ちょっと今年は、今年は本当にね、なんか、 結構探る年だから自分の中で何の見通しも立ってないんだけどある意味ワクワクしてるよね本当にどういうふうに今年が進んでいくのか今まではなんかこうこれを頑張ろうこれを目標みたいなのやってそれを一個一個クリアしてたけどなんか不思議な感覚 面白いねえショールームもどんな風になってくんだろうと思ってるけど活動もそうだしあの私という人の人生もそうだしどんな風になってくんだろうって思ってる「大丈夫い大丈夫い」「感謝を」 感謝をを表すのをしっかりとできていきたらいいなと思いますねあらてりっちゃんおかえりかっちゃんとてりちゃんがチラッてしてるわ街歩いてても路地一本入ったら違う街みたいだもんねまたってねえ人生もそういう感じなんだろうねまた違う見え方になる。 人生みんんな楽しんでる <laughs> 最近私これよく言ってないで <laughs> いちゃんおけりってビエンナルさんが言ってくれてるあきちゃんもちらてしてる <laughs> あきのなんかよ見ましたアイシングありがとうございましたあっくらさん見てくれてありがとう見れてよかったです明日ねあのアイシングクッキーの写真をアップしますねバレンタイン当日に一応 X 主体であげるかなと思ってます 楽しんでるイエーイ人生楽しんだろう一人だけ書いてある麺が違うお嬢 <laughs> じょうって書いてあでああメジータねちょっと今日今日今日,今日画像の準備全部終わったので私はもうなんかふうってなってるあ <laughs> しは絶対に明日、明あし 今日,や今日までに全部あの昨日のねプレミアム配信チケット買ってくださった方全員に画像プレゼントっていうのを今回初めてやってあ,のありがたいことにねあのいろんな方が来てくださってで画像の準備してたんですけどやばい今日中に全部準備しとかないとあの明日は多分画像の準備は多分できないから。 今日絶対これは終わらせると思ってたら終わったのちょっと私もうやりきった感すごい <laughs> もう今日今日アップしようかなって思ったけどどうせだったらねバレンタイン当日にアップしようかなと思ってやりきった私すごいじゃん <laughs> スカイさんパチパチありがとう 言うてねちょっとねあのー、恥ずかしいことにね最近これを今日はこれをやろうって思ったことができずに伸び伸びになってるものとかが結構最近多くて結構なんか自分でへこんでたんですけど1個ずつ1個ずつ1個できたら自分を褒めて「イエイ!」って乗っていけばいいと思って <laughs> それをちょっと増やしていく感じよねねなんか、ね、あのね。 ちょっと私は感動したんですよ。この前テレビ見てて、あの、誰だったっけな。陸上の、陸上のあの先生。ナウナウしてくれてる。ごめん。ありがとう。えー、12時前には終わります。えー、スカイさんパチパチありがとう。45分とか。スカイさんクッキーもありがとうございます。えらいって言ってくれてる。あはら監督かなまさき。そう、青山学園大学、あのー、陸上の。なんか出てて。 あのなんか教え方っていうかいろいろねあの教えてたんですけど誰よかだ監督一個できたら教えてください全力で褒めちぎりますありがとう <laughs> 言えることは言うわ <laughs> バレンタイン監督かって学院あなんて言った私学院大学青山学院大学そうなんだったっけあの目標がね妄想,にあも妄想になったらいけないって話してて うわわわこれわかるわと思ってて聞いてたの最近ね私たちとかってさ結構「夢は何ですか?」って聞かれること多いじゃないですか。「夢は何ですか最終目標は何ですか?」とかでもそれがさ自分のさ身の丈に合ってないとさうまくいかないんですよね。でなんかあの1ヶ月とか1年の目標っていうのが なんか本当に妄想っていうのが何て言うかな,ないって話ちょっと手を伸ばせば届く目標を細かい期間で設定して一個一個クリアしてたら、あのー、大きい目標にたどり着くっていうのがすごく大事だなと思っていて私も最近すごく思ってたんですけど、まあ、もちろん最終地点っていうのゴール決めないと目標っていうのは立てれないけどさ やっぱり大きな目標をドンって置くだけ置いちゃったらさ、あのー、じゃあ今何すべきかってとこがさ見失いがちだったりなんか現実味のない目標を立てちゃったりとかするしになっちゃってたりとかもう気づかないままいっちゃうからほんと細かい目標って大事だなって思ってみんなもやっていこう今年今月の今月の目標今月の目標みたいな感じ。 今月の目標みたいな今月の目標やっていこうと思ってえー、あなたは応援することにしてビエナルさんもうハイビスカスが3つも咲いとるんですよビエナルさんありがとうございますもう嬉しいわ私 <laughs> 嬉しいなあ,あきちゃん最終目標人生50年生きられたらすてき素敵あのさんまさん的な感じねき生きてるだけで丸儲けみたいな 最終的な目標は大きくて目の前のクリアすべき目標は現実を反映させたものそうえっと最終的な目標は大きくていいんだけどそのクリアすべき目標をそれを立てていった時にそこが何ていうかな大きすぎると私はなんか違うなって思ってる最近はなんか気合と根性でやれば いけるよみたいななんかちょっとあんまり具体性のないやり方だとに基づいた目標だと良くないのかなって思ってるで細かい目標を立てた時にここはちょっと違うのかもしれないって気づいたりするしねうっちゃん名前戻すのたびに「あ、そうなのちょっとうっちゃんあうっちゃん抜けたんかな 目標、お深いで姫に踏んでもらお <laughs> それはなかなか大きい目標ですねたるやきさん、可愛い,いありがとうございますお腹でもら乗ればいいヒールでお腹に乗ればいい旦那代わりに踏んで <laughs> いや目標の立て方難しいなって思った大きい目標の立て方難しい あう私とか特にさ無理想が高すぎる系女子だからさ元が <laughs> <laughs> 一個一個やっていこう、ね、今月の目標何2月の目標私はちょっとやることが多いから 1> 週1必ず残り残りの3週間2週間1回週に1回は必ずトレーニングをするちょっとでも少しでも嬉しいと感じられる感性は大切だって <laughs> 確かに私ねなんかさ最近大事にしてることがあってさやっぱりあの感謝の気持ちってすごく大事だなってめちゃくちゃ思って。 嬉しいありがたいって気持ちいい2月生き抜く三 <laughs> から4週に1回はしっかり生き抜きってやらゃ <laughs> じゃあ春中の目標ちょっと私のかと思ってちょっと笑っちゃったけど <laughs> 生きてるだけで丸儲けはほんとそれだけでありが新しい喜びを得られる可能性 いや、本当になんかさ、本当にね、あのー、そうだね。なんかね、なんかね、なんか、なんかね。<laughs> え、なんかね、最近のね、なんかね。<laughs> なんか、で、まあ、ちょいちょい、たかの、あの、出てくる。たまに。通りかけた時に見かけたら。わほする。<laughs> あ、わほして。リズさん。 来るんだよ。<laughs> そうね、息抜き大事。<laughs> まさきん、武法。あとでー、あとでー、あとで。わほ<ー>。<laughs> いやなんかね、本当に思う。ここに少しでも喜びを感じてもらえるならいくらでもするためやな。<laughs> ありがとうございます。<laughs> なんかその気持ちに私もね本当にあのあの何あのなんとかしないようになんて言うんかな。 あぐらをかかないようにとは思ってますがねえありがたいですねちょっとのびのびさせていただいた方がねいいのかなって思ってますねちびこがいるね <laughs> 親方かお <laughs> ほってないよ <laughs> 大将こんばんは <laughs> 日村 <laughs> 日村の方だったか <laughs> 高野アナじゃなくて日村の方か <laughs> 高野アナが真似する日村が出てきてた <laughs> 日村<か笑>あのね いやなんかねあのねあの結構私とか理,理想主義で完璧主義なんですよ。完璧にできないくせに完璧を追い求める頭だけはいっちょ前にあるんですよ。<laughs> 完璧にするための努力は怠るのに完璧を求める頭だけはいっちょ前なんですよ。そいうタイプの人間なんですけどそうなると。 なんかもっとまあまあまあ、まあ、もっと上の世界を目指してるっていうのもあるけどだからもっと上を今のままじゃいけないとかそういうのが強くなってくるとすごくいろんなことがうまく回らなくなっていってでもふと我に返って今あるこの状況はありがたいってあの思えるようになるとさあ,あと欲張りなんですよね。あの そう欲張りだからさあんまり感謝する能力が昔はなかったんですけどなんか「あ今日という日をね生きてるだけでもすごいことなんだな」とかさめちゃくちゃ普段思わないようなことに目を向けて「いや案外今すごくない?」みたいな思うとめちゃ心にちょっと余裕が生まれるというね人にも優しくできるというね。 そういうことに気づきましたね最近そうそうでもそこで止まってたらあのー、どっちかっていうと本当に世の中厳しいからさ使われる立場になっちゃうんですよねあ騙されたりとか使われたりとかさそういうのも感じてて私の中でなんか生きてるなんかありがたい全てがありがたいって <laughs> そっちに行き過ぎると <laughs>。 そっちに行き過ぎるとあれあれなんか私損してねみたいなことになりがちなんですけど損 <laughs> してねとか、まあ、まあそこでね成長することやめちゃいけないんですけど私の場合はその理想が高いとか常にその上を求めてしまうっていうのがもともと根っこにあるからそれをあの。 それがマイナスに働かないためにそういう気づきなん気づきじゃない感謝の気持ちに立ち返るってことをたまにするのが大事だなって思った <laughs>。参考時間なんて気にせずに考えガン行こうぜ。られる素晴らしい。ガンガン行こえ, <laughs> えちょっと私まだ作業あるんですよ。どうしよう作業終わるまでやる 作業しながらになるとあれだけど今手,手止めてラジ配信しちゃって配,配信してたけどちょっとこれこれはねあんまり頭使う作業じゃないからね書きながらできるんだえ何時までする ?12 時までしよっかあみんな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 元気私はみんなに元気でいてほしいよ元気で幸せでいてほしいよ そして人に優しい人でいてほしいよ誰やねん私 <laughs> 孫に言っとんのか <laughs> 何作業タルト作りもね、タルト作りはねもうね、もういいんだ美味しくないなって思いながら食べたよ <laughs> 作業をさしす… ささげにそをかけさしすせそ。そのう、浅瀬で刺しました。立ちなしをラッパで立ちづてと。とてとてたったと飛びたった。え、五百回。え、猫さん五百回もありがとうございます。本音は睡眠時間かっこ。あれ、配信。配信やめてさ、もうパパパーってさ、やることやって寝た方がいい感じ。 喋りながらって言時間かかっちゃうから的なこのまま延長して終わる作業なのか休むのも大事大切やぞって言ってくれてえじゃあさきりよくさ12時までにしようもうね大丈夫今日はあの、ラジオにしたのであの作業が終わったら寝れるので。 ん可 <laughs> いい子にはやくさしくしてます下心あり <laughs> え下心あったのあとうそうそうそ <laughs> 下心あって近づいてあダメだったって <laughs> 終わるだけならいいよ 今日用意しないならいいいらと思う <laughs> えそっかかあるのか最近めっきり好きな人が幸せになってることが喜びになってるだってそうなんだ素敵ですねでもなんかさなんかそれこそさこの前さこの前出た舞台とかもそうだったけどさえ花粉そこまでひどくないまだ 配信しながらだと時間かかるよ。黒は2つのこと同時にできないから。そうなんだよね <laughs>。そうなんだよ。だからちょっと12時までにしようと思った。で、12時までちょっと作業しながら配信します。まったり、まったり。下心っていいよね、きっと <laughs>。リズ<ー>さん <laughs>。<laughs> やんやんの仲間が増えた。せ料理の指し捨て、そう。ぱいたん。 渋川する。違う。あ、違う。左右か。これ。左右 <laughs>。左右。渋川するメイク <laughs>。 さんんも受けてくれたかやばいねひどいね今のはさすがに <laughs> 今のはさすがにひどいと思う私でも分かった こは歌っとこうか「自分のこと大切にして誰かのことそっと思うみたいに」い「私たちは投げてくれると信じてた今」<laughs>「完全に信じてた」<laughs>「ありがとう <laughs>」「ありがとう <laughs> 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 3」「3 4 五六七八九十十一十二十二か。自分のことをパイタンにして <laughs>、自分のことをパイタンにして、十二だった <laughs>。誰かのことそうと思うみたいに。 え、なんかさカラオケ配信したいんだ思いっきり思いっきり好きなだけ好きな歌を歌う配信したいと思っててどうも <laughs> ーどう思うとか言ったらさ「クロールームのみんな優しいからやったらいいよ」って言ってくれるんだよね結果ね言ってくれるよね多分ね <laughs> 分かってるのに聞くよね実際のとこどうなんだろうと思ってはいる クラブウェルカムだっていいんじゃないほら見ていいよでもさっきオーディションに差し支えない <laughs> それな <laughs> ちょっとだからねオーディションねちょっとねまあのちょっとねあのそうオーディションのやつ頑張りたいよねちょっと台本が来てるから台本の 台本の読み <coughs> 読む時間作らないといけないからででで、ね、なんかねほら舞台挨拶もあるしあのーまあ、バイトもあるしあのー、いろいろあるんですよいろいろあってなんか知らないけど <laughs> いつも何してんだろうって感じだよねほんと何してんだっけ <laughs> <laughs> 違う、何の話だっけあ、そそそうそうそう、もしかすると結構ラジオと動画をあの一日に1回ずつの2回配信が厳しい日がと、来週いっぱいちょいちょいあるかと思います。明日もねちょっとね明日わかんないんだよね夜追加多分難しいかな明日追加しない方がいい気がする。 明日はお昼だけあさってはあさってはちょっとねあさって私あれなんですよあのたこ焼きのやつの撮影で今撮影中配信をしていいかどうか聞いてるのであのそれ OK が出たらあの撮影中撮影風景だだ流し配信をするかなと思っております15日の。 夕方どこまで行ったっけんーと黒の気が済むまでワンマンライブ <laughs> オーディション近いのでちょっとカラオケは延期してもらってでもさっき <laughs> そうね台本大事終わってからだなまあまあ気晴らしい今日はちょっと休憩日みたいな時にしてもいいかもしれないけどラビさんおかえりー いつも頑張って生きてんじゃねいやいや, <laughs> いや。やば、頑張ってんのかな頑張って生きてるわ。確かに。もう必死よ。毎日必死。なんか知らんけど <laughs>。いつの間にか予定キツキツ。びっくりする。なんか大体私ね、予定がね、あの、前の週のいや、私なんかよくわかんないものにタグ付けされてる <laughs>。なんか、前の週の、 え、な、何前の週ってあ違じゃうじゃ <laughs> 前の月の終わりぐらいに一気になんか次の月の予定がなんか一気にバーって決まっていくんですよなんか大体前の月ぐらいの真ん中あたりはえなんか来月何もないけど大丈夫そうって思うんだけど <laughs> なんかその月を迎える頃にはなん,かなんかいっぱいやること増えたみたいになる <laughs> ねえちょっとバイトもさ 2月入ってんだけどさ、うん、3月どれぐらい入れられるんだろうと思ってビビっている <laughs> なんかまだシフトのさ入れ方のさその休み先申請の仕方とか向こうのシフトの入れ方がまだ見えてないからさえ3月どんな感じで私入れられるんだろうと思ってるであの2月で、ね、バイト行っておりますが 感動したなんかこの前とかね初めて2月からバイト始めたんですけどその説明まずその業務内容の説明だけで終わったんですよねまあ、短い時間でしたけどえ机に座って説明聞いてるだけで時給がもらえるってどういうことと思ってめっちゃ感動してしまった <laughs> えこれこれこれ時給発生してるとカじゃないと思って <laughs>。 お金もらえるのこれでと <laughs> 感動しちゃった <laughs> だからしっかり息抜き時間考えよって言ってくれてるねあのじゃあもう絶対今日は12時には終わりましょうお昼メモメモそう明日十15時ぐらい明日十15時15時ぐらいで15時から配信しますちょっと今日ラジオだったので明日は動画1枠にしようかなって思ってますいよいよ撮影でそうなんですえ撮影配信はいやえっと わかんないどうかな私の今の私の中では考えついた時点ではやっぱりねあのまだそのプレミアム配信とかする前のイベントでみんなにいっぱい投げていただいてあの獲得した特典なのであのあの応援してくださった方々にあの感謝の意を込めてっていうことであの無料配信にしたいなとは思ってるんですけど。 しかも、多分、時間が読めない可能性があるからなと思って、急に可愛い頃の、もう通り過ぎて聞きたい。可愛い頃のって何？歌？おいしさん、おかえり、笹団子さんを作る。おいしさん、ハート、ありがとうございます。動き出しますか？あざます。はい、あざますさんのあらみーつさん、紹介、ありがとうございます。ありがとうございます。月末恒例、スケジュール立て込むの月末恒例。そうなんですよ。 であのバイトの方が月の半ばまでに次の月の出してくださいって言われててんあのこれから予定入ってくんだよなぁと思って <laughs> これから予定入ってくんだけどちょどうしようかななんかほぼ毎日終日 OK になっちゃうけどその毎日終日いられたらどうしようって。<laughs> なんかすみません、だいぶ先のこと言ってラビさん。ん何、何、何、何の話な,なんか喋ってた何、何 <laughs> え,え一番初めは業務の説明だけのところを置いてま、まさきが。まあそうだよね。それこそほぼ仕事しないもんね、最初ね。説明だけで終わるよね。一番初めもそうだし、数日ね。それはそうかもね、そっちがいいかもね。まさきが、なるほど。 そこはちゃんとと先方に行っっててて交渉しておかないとダメよってそう一応ね自分の活動とか話をしていてただあの、ね、難しいよねオーディションとかでこの日は受かったらオーディションとか撮影がありますけどシフトを先に入れてしまうとすいません受かったのでいけませんってなると困っちゃうじゃないですか。 だからそこは終日 N G にしとくじゃないですか。終日 N G まあ二日間リハと撮影で二日間空けといてくださいって日があって終日 N G でバイトとかも入れないじゃないですか。そしたら受からなかったとしたらまるまる二日間予定がいちゃうんですよ <laughs>。それ以外にさ、まあ週一週がね七日あるでしょ。 でまあまあまあ一応さ入った場合を考えて休みは別の日にとってるわけですよ、ね、ちゃんと自分が休みの日ちゃんと自分が休み日取日とった上でプラス2日とか休みになっちゃう <laughs> ほんと働いた方がよくねみたいなあるよねまあそこら辺はね多分基本的にはであので、あのー、私の中ではそのとりあえずシフト入れずにおいて えっとそこをちょっと結局仕事入らなかったので入れてもらえますかみたいなのがちょっとできないっ,っぽくってマジかと思ってなんか一応なんかそういうふうにしてほしいなみたいなに朝伝えてたけど結局ダメだったっぽくてダメだったでそれねそうまあまあそういう時はまあショールームに時間を使ったりとか家の家でねあの今私も。 ねいろいろとまあ事業主 <laughs> いろいろね家で家で自分で時間作ってしやんないといけない作業とかもあるからそうね自己投資確かに確かにまあちょっと自分の生活費を稼ぐみたいなところでは時間を使えなくなっちゃうけどそれ以外まあまあでもね配信は。 できるし多分その分さ多分バイトとか入れちゃってるから配信が普段あんまりできないからそういうところでがっつり配信の時間作ってもいいのかなとも思うしね難しいねまあ難しいことはないのかもしれないけど考えれば考えるほどなんかよくわかんなくなってくるええっえシフトどう,どうやって入れたらいいみたいな <laughs> このパターンとこのパターンのこのパターンもあるしなえっどういうもうなんかやりながら相談していくしかないよねって あんま考えすぎたらパニックになるだけだと思ってる <laughs> ラビさんえきついなスケジュール調整ゆずきかなくなってくるってスカイさんあラビフェスの話してたの全然気づかなかったごめん <laughs> 私飛ばしたコメントむずいね使う側も使いづらいそうなんですよ結果ね結果そう,なんそうなんですよねそういうので仕事変わってくんだよねでもとりあえず そこでできた時間は自己投資に費やしましょうってあれまあ後から入れないのって基本作った後のシフトだから後から入りますあやとがもう困るそうなんかできるだけゆずを聞くようにはしますって言ってくれてるんですけどなんかもう最初のシフト作る時点ですごい頭が回して,て <laughs> めちゃくちゃ大変みたいそういう時は旦那さんの好きなタイミーでタイミーグいいらしいなのおっと遅れてなあ,ありがとう あとは空いた時間を単発バイト,単発バイトなかなか決まんないよ単発バイト私あんなに決まんないもんってびっくりした時あるもしかそういう空いた日はプレミアム配信割高で <laughs> いやでもねその,あの割高でっていうわけじゃないんだけどあの結構そのリスナーさんにね今回のバレンタインの 画像プレゼント企画とかも私の中で終わりだったなと思っていていやでも本当プレミアム配信企画ねすごく助かっておりますコメント飛んでないそういう時に気がするまでワンマンライブしちゃうかハラちゃん <laughs> まず今月やってみて考えるのはそれからかなそうねやってみてやべきつきつきついシフト入れられて,てる,る,る,るってなって。 <laughs> とりあえず今月はなんとか乗り切ろうちょっと来月のシフトちょっと減らしてもらおうみたいなね <laughs> そんなこんなしながらちょっと感覚つかんでいくしかないかなと思うちょっと覚悟してる <laughs> 東京とかやと人数も仕事も多いから早いも勝ちえびっくりしたほんとになんかね永遠になんか34個さあの出してさ全部受からなかった時あれ、ね <laughs> 単発バイトってこんなに受からないもんと思って <laughs> びっくりした時ある <laughs> なあありがとうさあではランキングに行きますか「タラララタ,タ,タララララララ」「空いた時間でキッチンカーで黒カフェわしらが並びます <laughs>」。 いやもう本当にさみんないつもありがとう本当にみんないつもありがとう話を入りありがとうチャリンゃャリンありがとうございますもはや「ジャンプ」の連載落ちた時の差し替え読み切り漫画みたいに二三個企画ほんとだよ <laughs> 定期的に企画配信はやっていきたいなと思っております本当になんかみんなねあのいつもさちょっとどうしてもこう ただ動画配信する日っていうのがなっちゃう時あるんだけど週1ぐらいで企画できたらいいなと思ってるけどまあそこは無理せず忙しい週とかは諦めてでもまあ月に1回か2回か3回かはなんかそれこそゲーム配信料理配信とかもいいしプレゼント企画ありみたいなこの前みたいなのもありやしと思ってる。 うちの業界常に人手不足だから手伝っておくれだってそうなのそ技術いる何回も言うようです水着配信企画にしません <laughs> ねえせっかくプレミアム配信使っていくならダラダラとプレミアムを使うだけじゃないようにしたいなとは思っててだからとは思ってますね ラジオくらいいで立ち寄りたいあプレミアム配信来てリズさん <laughs> 楽しいよ <laughs> プレミアム配信来て <laughs> あ可愛い,い子が待ってるよさ <laughs> 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 あではランキングに行かないといろんな人に怒られそう、ね、<laughs> いろんな方面から怒られそうなのみんなも見たいくせにてやん <laughs> でも低賃金だからなってくださん なんか日本ってもう全部低賃金じゃないほぼ <laughs> 大変だよねみんな物価は上がるのに賃金は上がらずまあちょろっとずつ上がってるけどさ一回怒られる <laughs> あほらほら圧かけられてる圧かけられてる保護者の方々に圧かけられてる <laughs> スカイさんかわいいありがとうみんな寝よ今日水曜日だよ ーまだ仕事あるでしょみんな <laughs> いや頑張って生きてます私もまあなんか最近ねちょっとねあのー、よくさなんかあの悩み事のようにいろんな話してますけどそこまで病んではない最近は <laughs> なんか今年に入ってそっか、えー、2月ぐらいからそこまであのー ななんではないなんかいろいろ考えてるだけでみんな安心してちょっとはありがとう賃金上がっても社会保険料上昇に追いついていかないっていやほんとにさいやほんとによなんかもうくおおもうなんか一生懸命払ってる <laughs> なんかいろんなのな,なにいろんなもの一生懸命払ってるよねほんと毎,毎月毎月 <laughs> 今月足りるかなみたいな必死よねみんな大変よね <laughs> ちょっと観光観光に力入れてこう円安の間観光に力入れてこう日本誰に言ってるんか知らんけど<笑>私<笑>私元気だからねみんなみんな元気よ私 ちょっとダメねあのプレミアム配信の時とか超ふざけてるから <laughs> <laughs> なんかラジオ配信になるとなんかダラダラといろんなこと喋ってしまっていてせっかくみんなが見れるのにと思ってちょっと反省はしてるんですけど。 ではランキングに行きます。なんちゃさん、けんたん、たっちゃん、めいじんたん、さとこんさん、おいすさん、ハブさん、BDSS さん、かっちゃん、FJT さん、みつさん、松下ちゃん、あざかみさん、たらちゃん、モリッチうっちゃん、ぽんさん、ありがとうございます。13位、こんちゃん、12位、しーばさん、11位、ななまま、10位、くあちゃん、9位、ビエナールさん、8位、るりとんぼさん。 7位くらさん6位にゃんわん5位しば犬さん4位やんやんありがとうございますパチパチそして3位トゥルルルルドゥンハラチュンありがとうございます2位がトゥルルルルドゥンまさきんありがとうパチパチそして1位がトゥルルルルルルンスカイさんパチパチありがとうございます <laughs> 皆さん 遅い時間にもかかわらず平日のど真ん中の日にもかかわらず配信来てくださってありがとうございますのんびりとした結果いろんな話しちゃいましたけどのんびりしすぎたかもしれませんが皆さん一緒に時間を過ごしてくださりありがとうございますちょっとルリトムさんの下心アバルリトムさんが下心アバ来てるのがすごく気になっております <laughs> そうね1位のスカイさんお呼びした瞬間アバーが戻りましたねありがとうございます恐縮ですありがとうございますあらチュンデンって「スカイさんはーい」って言ってくれてありがとうございますまさ先に「はい」って二階堂さんこんばんはありがとうですプレミアムで弾きすぎた <laughs> 今日のテンションおかしいし <laughs> し <laughs> 落ちてるいやなんかねぼーっていろんなこと考えてたら <laughs> それ全部喋った結果 考えてたことはちょっと暗めだったのかもしれない <laughs> 実質の何何何が何何 <laughs> おいしさんのコメント何何で終わっちゃった余計に心配だって特にねそこまで感情は <laughs> 起伏は今ない <laughs> 恐縮でサーバー考えてなるほどねナイトだって 昨日のツヤ腹ツヤ維持しないとなんか昼間のさ普通の太陽の光めちゃくちゃ綺麗に映るね <laughs> <laughs> 何の話しようと思ったか忘れちゃったんかとあ思い出したちょっとねすいませんあの注意喚起だけという形でさせていただこうかと思いますがえっと跡をねつけてくださっている方が、まあ、仲いいルームさんとかあの行ってくださってとってもありがたいし多分あの 個人的にね、好きなルームに行って楽しんでいらっしゃると思うんですけどもいろんなルームに。あのちょっとねあの配信者さんが困るようなコメントをしたりとかあのちょっとふざけすぎて傷つけるような言葉を使っちゃったとかあの,あの傷つけるつもりじゃなくて、ね、ふざけすぎちゃったとかね あちょっとふざけ方が悪かったとかで「あのアットクロつけてる人からこんなこと言われました」ってあのー、私の私方に連絡が来るんですよ <laughs> 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 なんかあの黒あトクロのあの,の,あの自分からも注意したんですけどあトクロだったので私にも報告しますということで <laughs> なのでねちょっとあのあのー。 まあ、あの注意喚起はさせていただきますと言わしていただいたのでちょっとここの配信で言わせていただくんですがまあでもあのー、そのもう注意はされてるみたいなのでそのルームであの心当たりがある方はあのー、今後お気をつけいただければとあとは皆さんね黒ルームの皆さんは基本的に黒があんなそんなことを言うなとかそんなこと言われたら傷つくとかねよく言ってるので。 あのー、結構こういうことを言われるの嫌かなとかちょっと調子乗りすぎてないかなとか、あのー、ちょっと言葉選び悪かったかな大丈夫かなとか考えてくださる方が多いと思うんですけどもねあのみんなで幸せな世界を作っていきましょうということで <laughs> ちょっと、あのーまあ、気にしすぎるうなの,のは別にいいと思うんですけど。 みんな楽しく行こうぜみたいな感じで行きましょう優しい世界で行きましょうどうぞよろしくお願いします <laughs> 私もよく調子乗ってねやらかすときあるのでね <laughs> 優しい世界を作っていきましょうということでご協力よろしくお願いしますということであの私のルームでは基本的に私の私にねだいたい,だいた大体何言われても大体は同時かなるんですけど <あ>の <laughs> 配信者さんによってはねメンタル弱い人とかもいらっしゃると思うのでねあの全然全然、まあ、私に関係ないところで遊ぶときも、ね、あの優しい気持ちでいって生きていきましょうということでちょっとでも心に響くといいなと思っております。というわけで配信終わりたいと思います。ちょっとこんな本当,に本当にいつも思うけどあのこんな小娘に、ね、あのが言うことではないと思うんですけど <laughs> 本当に <laughs> すいません。ちょっと あの配信者としてだけね。<laughs> さらっと言わせていただきます。以上です。<laughs> というわけで配信終わりたいと思います。んうえー、明日は明日は15時からですね明日はあの,あのスケジュールの合間の配信なので企画とかはちょっとできないかと思いますがあの可愛くしてお待ちしております。 楽しい配信させていただきたいと思いますよろしくお願いしますではでは5秒前4 3 2 1ゼロおつくろう今日も一日お疲れ様でしたありがとうございました明日バレンタインの画像をアップしますね昨日配信プレミアム来てくださった方は X チェックよろしくお願いしますおやすみ